アロハ、EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。皆さんはハワイのローカルグルメと聞いて何を思い浮かべますか？今回はホノルルの地元の人たちが愛するローカルグルメのプレートランチのお店を6選ご紹介いたします。安くて早くて美味しいことが大事なハワイのソウルフードともいえるプレートランチは、ここで日常を過ごすロコの普段の食を支える大切な存在でありつつ、同時にね、円安と物価高の今、旅費が気になる皆さんのハワイ旅行でも安心して楽しめるおすすめの店を厳選しました。ワイユー設中、さまざまなジャンルやお店ごとに特徴や楽しみ方に違いがあり、これを見ることでハワイでのご飯の幅が広がると思いますし、上級者の方にも楽しんでもらえる永久保存版的な内容になると思いますので、いざハワイに来て、あの店どこだったっけとならないよう、ぜひチャンネル登録お願いしつつ、次回の旅での行き先リストに加えてみてください。店舗目はパイオニアサルーンです。今回はこの後紹介するこちらのカカアコのショップだけで可能な楽しみ方があるので、ダイヤモンドヘッドの地元のモンサラットにある本店ではなく、こちらをご紹介いたします。営業時間は11時から夜8時、日曜が定休ですね。ワイキキから車で15分くらいのカカアコエリアで、今話題の複合施設のソルトにありまして、ファーマーズマーケットやカカアコでの散策や買い物の間利用などがおすすめですね。こちらオーナーのノリさんが米本土での和食店などでのキャリアを積んでから移り住んだハワイで立ち上げたショップは、毎日でも食べれるお母さんのお弁当的なコンセプトで、ヘルシー感もありつつ和のほっこり感とハワイ感が絶妙に混ざったメニュー構成でして、バリエーションがめちゃくちゃ多いのが気に入っております。ここは何を食べても外さないですし、ハワイのプレートランチ業界のプレートランチ業界ってなんだろうの中で特別なポジションを築いている印象ですね。冷凍物や化学調味料は使わない、お野菜は地元産を使うなど、使用する食材にこだわりつつも意外とコスパよく楽しめるのが特徴かなと思っており、メニューの料金帯は8ドルから22ドルくらいのメニューが中心ですね。お店のガラスに貼られたメニューで決めるスタイルとなっております。プレートランチ屋さんって内装とか微妙なところが多いのですが、ここは打ちっぱなしのフロアとウッドの温かさが広がるカフェっぽい店内で清潔感があるので、女性同士でも行きやすかったりゆったり食べれる印象ですね。席数は12席ぐらいと、カウンターも7、8席ぐらいあります。外にテーブルエリアもあったり、ソルトの中のテーブルも利用できたりします。そんなパイオニアさんでの EJ おすすめの一品目は、ピリ辛マヨでいただくもちこチキン14ドルですね。皆さん唐揚げ好きですか？ハワイの唐揚げってもち粉を使うことが多いんですけど、ここは強めのカリッとした衣と柔らかな鶏肉の肉汁を楽しめますね。連打で2品目、僕がめちゃくちゃ好きな醤油ポークで15ドルでして、甘辛な醤油ベースのソースで煮込んだ豚肉がとにかく柔らかいんですよ。温玉を崩しながらからしと一緒に食べます。これは結構ボリューミーなので、サーフィンで腹減った後の DJ サーフィン飯の一つです。取れたてのハワイの近海マグロのポケと納豆、刻みオクラ、山芋のネバネバ系が一緒に楽しめるネバネバ丼18ドルでして、これも温玉を潰して食べます。ハワイで暴飲暴食しちゃった方などにおすすめで、さらりと食べれますし結構ほっこりもします。で、今回カカアコのショップを紹介する理由が、店内でお酒が飲めることでして、プレートランチ屋さんでこのようにビールやワインを気軽に楽しめるってめちゃくちゃ良くないですか？休みの時くらいビールゆっくり飲みたいお父さんもいるでしょうし、こういうところって意外と貴重です。新鮮な近海マグロを使ったグリルドガーリックアヒ22ドルもおすすめで、外側のガーリックの旨味と中のレアのマグロのマリアージュを楽しんでほしい一品です。こちらはライスがワンスクープでして、ハワイでビールばっかり飲んでるお父さんに怒ってるお母さんや女性でも量的に食べきれるかなと思います。カカアコまで自転車しゃかり気に漕いできた美肌系女子の皆様におすすめしたい5品目はリブアイステーキ20ドルでして、アメリカンな感じもありつつ日本人が好きな柔らかい味付けでピリ辛な醤油ベースのソースで食べてみてください。ここのショップはサイドはグリーンサラダか豆腐サラダやポテサラなどその日のスペシャルが選べまして、日本語ができるフレンドリーな店員さんがおりますので、メニューの詳細を気軽に聞いてみてください。サムネでチップ不要って書きましたが、もし僕のように店内でゆったりとビール飲んだりする場合は
強制感はありませんが、さらっと入れたらスマートなのかなと思っております。2店舗目、ここは知ってる人多いかな、ヤミズコリアンバーベキューでして、アラモアナセンターのフードコートのお店になります。ちなみにフードコート特集ってニーズとかありますかね。営業時間は基本無休の10時半から夜8時で、皆さんの大好きなショッピングの合間に寄ってみてください。ここが好きなハワイ好きの方も多い印象で、僕もハワイをしばらく離れたりすると帰ってきて無性に食べたくなるところの一つですね。ハワイに来ると野菜不足になる人が多いかなと思いますが、ここの特徴はとにかく野菜というか、1986年の創業以来変わらない再度マシマシできるところかなと思います。ここはアジア系のプレートランチにありがちな MSG を使わないので、ヘルシー志向の方にも楽しめると思います。コリアンバーベキューベースのメニューはシェアできるボリューム感のレギュラーだと1皿15ドルから25ドルくらい、中心帯は18ドルくらいで、ミニだと12ドルから17ドルくらいとなっております。でオーダーの仕方はまずこのようにメインを決めて、メインが焼き上がるまでの間、好みの野菜やサラダ、キムチ、卵料理、マカロニサラダ、チャプチェなどの漬物や惣菜を好みや気分で選んでトッピングできます。レギュラーは4種類、ミニは2種類、自由にバイキング式で選べてオリジナルのプレートを作れる楽しさがありますね。一品目はヤミーズといえばやっぱこれっしょと EJ 的に思っておりますカルビーですね。ハワイではいろんなカルビを出すレストランがありますが、ここにしかない味だと思っております。多分目隠しで食べ比べてもわかる気がするな。レギュラーはハワイのクラシカルなモンキーある丸いタイプのライスが2スクープとなっておりまして、25ドルとはなりますが、さらに先ほどの4種のサイドが加わることでとにかくボリューミーでかなり重たいプレートになるので、ガチでシェアも考えてみてください。おすすめの2品目はバーベキューチキンで18ドルくらいで、グリル焼きの香ばしさと甘辛ダレが特徴のコリアンチキンが3つも入っており、もし一人で食べきれたら僕はすごい食べる人なんだなと思うと思います。他の動画でも言ったと思いますが、あのスクープって一つでご飯1杯分くらいあるので、これも2人でシェアできるボリュームだと思いますし、シェア派の方はサイドで韓国版揚げ餃子のマンドゥなどを加えたりするのもよりこちらの良さを味わえると思います。24ドルくらいでボリューム満点のチキンと先ほどのカルビとの欲張りなコンボにできたりもします。3品目はビビンクックス16ドルくらいで、なかなかの辛さのコリアンの麺を楽しめるかな。皆さん辛いのって得意ですか？辛いのが好きな人にはめちゃくちゃおすすめですし、サイドの野菜でビビンバ感も楽しめる構成となっておりまして、量的になんとか一人で食べきれる人もいると思います。まあ僕は無理ですけど。4品目はベジタブルプレート14ドル95でして、ヤミーズのバンちゃんの惣菜といいますか、サイドのメニューの結集を満喫できる一品ですね。いつもすっごい食べてんだと思っておりまして、これもね相当重たいプレートです。今回僕のチョイスとヤミーズさんとのコラボのタイミングが合いまして、先ほどから映ってる人気モデルのレイヤちゃんとご一緒しております。ハワイでモデルさんをお探しの方はぜひお問い合わせください。ここは人数いるときはシェアして楽しめると思いますし、フードコートならではって言いますか、他のところとの食べ合わせも楽しかったりすると思いますし、今度企画考えてみようかな。ちなみにこのチャンネルは毎回テーマがガラッと変わったりするし、そもそも僕が映り込まない動画が多いので、忘れちゃう前にチャンネル登録をお願いいたします。ウィキペディアでプレートランチはハワイの料理を指す言葉として定義されてて、古くは今から140年以上前のプランテーション農園が始まった1880年代まで遡るほど歴史があります。そんなハワイのプランテーション時代から続いたオールドハワイを感じさせるハンターグリーンの外壁の浜田ジェネラルストアです。ワイキーからだと車で15分くらいのカカアコのワードエリアの近くでして、営業時間は日曜定休の9時から2時ですね。皆さんカカアコってビルが多いイメージありますか？昔はパパママショップと呼ばれる家族経営のショップやレストラン、工場などが多いエリアで、こちらは2008年まで続いた家族経営の浜田ジェネラルストアというショップの跡地に、当時のレトロ感をイータリーとして2018年にリバイバルさせたショップですね。ところで皆さん、ハワイのグリーンリバーっていうドリンク知ってますか？これ知ってる人はかなりハワイ通だと思うんですけど、柑橘系が強めなハワイ版メロンソーダで、今流通量が少なく結構レアなんですけど、それをここでは3ドルで楽しめますね。このショップのためだけにローストされたコーヒーと練乳を合わせたこだわりのベトナムスタイルのアイスコーヒーや、香りがいいプランテーションアイスティーなどが7ドルでオーダーできたりして、
カフェ感も楽しめますね。 Local Comfort Food と Elevated Plate Lunch っていうコンセプトで、地元でのほっこり飯ながらちょっと上を目指したプレートランチっていうのがしっくりくるかな。グルメ感のあるメニューは15ドルくらいからとなっており、オーナーで日系のブランドンさんとジョンシェフそれぞれの和とアメリカンの強みを感じるメニューは、レトロ感とコンテンポラリーな遊び心を感じます。オープンキッチンって衛生や食材、調理などの管理がお客さんに見えちゃうので、レストランにとってはより神経使うことが増えるのですが、あえてオープンにしているところに自信を感じます。まず食べてみてもらいたい、こちらのロコモコ17ドルは2枚で 340g もある大きな肉が鉄板とグリルで2度焼きされてて、グリルの火が香るミディアムレア気味のパテはアメリカンな肉肉しいビーフ感があり、あ、わかるって言ってますか。胡椒の効いたちょっと大人な感じのグレビーがかかってて、結構ボリューミーな一皿でおすすめですね。浜田といえばこれじゃねって僕が思う。サーモンカツは18ドルで、サーモンなんだけどなぜかお好み焼き感のある不思議なプレートなんですよ。これはローカルの間で結構バズってる印象で、これもシャカリキにここまでチャリンコ超えてきたビキ系女子の皆様におすすめですね。はい、こちらはお肉の柔らかさがたまらないリブアイステーキマコ30ドルで、ロコモコと同じグレービーを使っており、これもグレービーソースのコクとグリルうまいお肉のクオリティの高さを楽しめまして、ご飯は日本でいうところの大盛りの量なのでシェアとかでもいいですし、プチ贅沢なプレートランチを楽しんでみてください。ミディアムレアがおすすめで、これは本当美味しいです。ダークウッドのフロアで、暗めの店内はテイクアウトの方もいながら20席ぐらい座れまして、座って食べれるところってコロナ禍以降ほんと減ったので、店内でゆっくり食べれるプレートランチ屋さんは結構ありがたいです。4つ目は HGS バーガーでして、プレートランチ屋さんで出てくる一般的なバーガーのレベルを超えております。ブリオッシュバンズの香り、スイスチーズ、アイオリソースなどちゃんとした結構グルメなバーガーの印象で17ドルですね。ちなみにバーガー特集とか興味ありますか？コメントください。最後はこの日のスペシャルでアメリカンなビーンズスープだったんですけど、客層のメインである地元の近場で働いてて、こういうスペシャルを楽しみにしてる人が多い印象ですね。サイドのポテサラはこれも胡椒の香りがきりっと立ったマカロニとポテトの混合タイプで、これもやや大人な印象ですね。大人のポテサラってのか。家賃が高騰してるワイキキで今プレートランチ屋さんって本当に激減しており、コスパよく食べたい方はワイキキを出てレンタカーやバスを駆使してローカルグルメを楽しむ時代になったかな。とはいえ僕が行く時に観光の方が増えすぎて座れなくなるのも嫌で、今回教えたくないなぁと思いつつ紹介するのが、空港近くのカリヒにあるレイズカフェです。ワイキキからだと車で20分ちょっとかな。車はお店の横の通りのこの駐車場をご利用ください。営業は基本無休で朝6時から夕方5時と、とにかく朝が早いのが特徴でして、僕がここが好きな理由は、一見いなたく感じるカリヒという街にありながらひっそりと地元のお客さんに愛されるこじんまりとした空気感が好きでして、某日本のテレビ番組で汚いけど美味しいお店の認定を受けてるほど、お世辞にも綺麗な店内とは言ってませんが、こういう空気感も楽しめるとハワイの旅の幅が広がるかな。1986年創業のショップで、レトロペプシとこのように手書きされたメニューのジャンルはここが結構独特なんだよな。はい、こういう形態では珍しく、朝食が9ドルくらいで終日食べれまして、スクランブルエッグとフレンチトーストやコーンビーフとトーストなどアメリカの朝感漂うメニューを楽しめますね。これは9ドルだったかな。オムレツとかだとプラス1ドル程度で、このようなステーキエッグ16ドルもあったりします。最近の物価高のハワイは朝早いと結構得するかもですね。お支払いは現金のみなのでご注意ください。とても気さくで明るいフィリピン人オーナーシェフのフィリックスさんのご飯と笑顔を楽しむために通うロコたちは、なんならお客さん同士が顔なじみみたいな雰囲気があるんですよ。フライドチキンやポークショップなどが人気で、創業当初から少しずつお客さんの要望に合わせて増えてきたメニューが常連さんを引きつけております。エイズの大事なポイントとして絶対に抑えてほしいのですが、ここはランチも朝6時から終日食べられまして、僕が時々週末のブランチでほっこり感を求めて通う際にとっても楽しみにしているのが、お肉の伸びと食べ応え満点のプライムリブ25ドルでして、朝一から食べれますね。この時はリブを2皿も頼みまして、さらにそれぞれにロブスター2尾とカニを乗せるっていう
もしかしたらホノルル最強の豪華プレートランチになっております。これは毎日ではなくってその日のスペシャルで出てきまして、水曜と金土日が多い印象で、皆さんも朝一からアサリ部活を楽しんでみてください。結構がっつりでして、撮影終わってテイクアウトしたんですけど、やっぱりね2皿はね完全にやりすぎました。ここはランチの方は生野菜のサラダか人参の入ったほっこりするクラシカルな印象のマカロニサラダが選べるし、ドレッシングもフレンチなどが選べるのがいいですね。イブとかブランチはホテルで食べるもんじゃねとか、アサリブでほっこりなのかっていう色もあると思いますが、ここはワイキキより安いし、あえてこういう雰囲気も楽しんでみてください。この時撮影しててこっちのフードも撮ってきなよっていうお客さんのありがたいオファーが多くて、ここはほんとねこういうハワイの人当たりの良さとコミュニティ感が楽しめます。お客さんが自分でケータリングを取りに来て、釣りは取っときなみたいな感じで勝手にレジにお金しまってキッチンから出てきたりしまして、結構素朴で自由な空気感のお店はフィリップさんが休みなくお店を回してて楽しんでほしいっていうハートを感じるので、コーヒーとか飲みつつまったり食べる場合は楽しい時間に感謝みたいな感じで少しチップを置いていってもいいのかもと感じますし、セーブしたい方はトゥーゴーとかでテュニックなどを考えてみてもいいかもですね。概要欄にハワイの景観を楽しめる近場のおすすめスポット入れておきます。冒頭で伝え忘れちゃったんですけど、皆さんの滞在中に雨降ったりすることもあるし、お店でハワイのプレートランチを楽しめることをテーマにしておりまして、今回フードトラックを外しております。需要があればやりたいと思っていますのでコメントください。こちらはワンプラスワンドライブインですね。ワイキキから車で10分ちょっとのハワイ大学のふもとホノルルエリアにあるので、ビッキー女子の皆さんも十分ビキできるですね。年中無休で営業時間は10時から夜8時となっております。学生が多い街のため中華やコリアン、和やハワイアンなどとにかくジャンルの広さとコスパの高さが特徴ですかね。皆さんもいろんなラーメンの中とかでも醤油のレトロでシンプルなこういうのでいいんだよっていうお店とかあると思うんですけど、こちらは昔からハワイに来てる方やローカルにとってのその感じに近くって素朴レトロな正統派感があり、価格帯はバーガーやサイミなどの軽食系が4ドルから7ドル程度で、レギュラーで13ドルから18ドルくらい、ミニだと10ドル前後ですね。奥には20席ほどのイートインできるこのようなエリアがありまして、ハワイのロコってちょっとしたパーティーで集まるときにこういうところのケータリングを使うことが多くって、そのすっごいでかいパンで続々出てくるオーダーを眺めながら選んだ一品目は生魚なんだけど全く臭みがない淡水魚の白身魚フライですね。レギュラーだと14ドル以下、ミニで10ドル以下で、僕のローカルの友達は結構好きです。出し鍋はバーベキューミックスで味しみのバーベキュービーフとチキン、カルビが乗ったコンビネーションプレートで16ドルくらいでして、サイズはレギュラーのみでして、これは試合予告を見てください。ここはご飯はクラシカルな丸いご飯で、レギュラーは2つ、ミニは1つで、どちらもサイドはグリーンサラダかハワイのマカロニサラダを選べるのはポイント高いと思います。ハワイにいるとロコ同士でもどこのお店のマカロニサラダが好きかみたいな結構論争になったりするんですけど、ここはマカロニサラダもこういうのでいいんだよ感があります。ハワイで困難とされる20年目を迎えて、私はレギュラーは一人では食べきれないと笑いながら答えるオーナーのジェシカさんは、インフレで大変になってる価格の維持含めて地元の人々に支えられるレストランを続けており、これってね個人店ではすごく大変なことですし、そんなことを考えながら頼んだ皆様におすすめの3品目はオレンジの香りと甘酸っぱいソースがカリッと揚がったチキンによく絡んだオレンジチキンでして、フルーティーな酢豚っぽさがあり結構ご飯が進む一皿で、12ドル台でこの量はすごいです。ローカルも結構好きな人多いかな。続いて僕のご飯の撮影の楽しみと皆さんにも食べてもらいたさを兼ねて、ハンバーグステーキとバーベキュービーフ、ゴロッと野菜が入ったハワイらしいビーフシチューが合わさる、これも超ボリューミーな一品で15ドル25セントでして、ハワイのビーフシチューって日本でいうコクみたいなものは薄いんですけど、トマトのフレッシュさとセロリの旨味を感じるのでこれも試してみてほしいですね。ここでもすっごい頼んでたと思いつつ、1品目はローストポーク&グレイビー
ですね。しっとり甘いローストポークに皆さんも好きなハワイのロコモコのソースの基本のグレービーをかけており、チャーシューとグレービーの意外な相性の良さを楽しめる一プレートでして、レギュラーは13ドル以下、ミニで9ドル75で、前日のサイドもついてきます。ここはアジア系が強い印象で、他にもチャーメンとかも美味しいんですけど、また別な機会で紹介できたらと思っております。ここはメディアのトレンドとかインスタ映え狙いとかをしない良さがあり、コロナ禍以降本当に減ったこういうお店をこれからも楽しめるよう皆様に今回ご紹介させていただきました。はい、最後ですね、ハワイの YouTube 見てると同じような紹介が多い印象で、皆さんも同じところを何回も見ちゃったりしてませんか？雑誌やテレビなどのメディアでハワイを紹介してきた僕のチャンネルでは、ディープなロコの空気感やコスパなどをより追求する方にも穴場的な場所も紹介できたらと思いまして、観光感おすすめなリッチーズドライブインをご紹介いたします。カルヒのコスコのちょっと先にあって、お店を囲むようにドライブスルーがあって、1980年代創業時の時代を感じます。営業時間は朝6時から夜9時、日曜のみ午後3時閉店ですね。ここ知ってたよっていう方がいればコメントください。いい友達になれるかも。地元の人や働く人のランチ利用などコミュニティ感を楽しめるお店でして、ミニだと8ドルから9ドル台で結構ボリューミーなショップでして、好きなメインを2つ組み合わせて12ドルを切るコンボがあったりと、今のホノルルではなかなかないコスパですね。テープに書かれた値段とか、このフィッシュとか何の魚なんだよっていうツッコミどころと脱力感を感じる楽しいショップです。とても楽しそうに働くカウンターのスタッフさんを眺めつつ、創業から変わらないファミリーレシピのメニューの中で僕が選んだ一品目は、軽めの衣で揚げられたポークチョップとマッシュルームのコクが美味しいダーク系グレービーがかかったボンレスポークチョップモコ、11ドル50ですね。ミニだと9ドル50です。ドリンクは先ほどのハワイの希少メロンソーダのグリーンリバーも取り扱っております。こちらはマッシュルームチキンで、レギュラーサイズで11ドルで、これも軽めな殻で揚げられたチキンカツではない、日本では見かけない不思議な食感の衣で、マッシュルームの旨味とクリーミーさを楽しめる一プレートですね。不思議な中毒性があります。チップは完全に不要で、勝手に食べてけ感があるので、店内飲食でも自由に安心して食べれますね。店内に不思議な世界観の UFO キャッチャーがあったり、遊び方がわからないゲームがあったりしまして、つかみどころの一つなのですが、昔結構流行ったプレートランチ屋さんのこのような赤いテーブルとウッドの椅子がありまして、今となっては時代を感じるテーブルのスタイルで、最近見なくなりましたね。3品目は前日の11ドル99のコンボで、ビーフシチューとスワイをチョイスしました。ビーフシチューはハワイアンなタイプで、野菜が大きめ、アメリカっぽいフレッシュ感のあるトマトを使ったハワイのビーフシチューらしい爽やかなタイプで、ここは少し甘みが強いかな。全米第6位の人気を誇るスワイという白身魚のフライとシチューというユニークなコンボを食えたりします。アメリカの感謝祭で見ることが多い七面鳥は結構でかい鳥なので、食べきれずに残っちゃうことが多くって、そんなターキーのお肉を野菜の旨味が溶け込んだホワイトソースのシチューで、アメリカの素朴な家庭料理感と脱力感を感じる11ドルのターキーアラキングですね。これ知ってる人は多分アメリカ留学経験あるやつ。マカロニサラダはプレートに自動でついてきまして、人参小さめでパプリカがほんのり香る酸味少なめの素朴なタイプですね。 B 級グルメと呼ばれることが多いプレートランチは、140年以上前のプランテーション時代に日本を飛び出した日系移民が持ち込んだお弁当がルーツとされ、様々な国からの出稼ぎ労働者たちとお互いにおかずなどを交換していきながら、和遊折衷様々なジャンルに広がり、ハワイで今日まで独自進化を遂げてきました。円安と物価高の今、食費が全米1位のハワイの旅で、ワイキキを飛び出してハワイで長い間紡がれてきた食の文化と歴史をコスパよく気軽に、そしてお腹いっぱいに楽しんでいただけたらと思っております。コーデが必要な方はご連絡ください。以上でした。マハローです。